今年36周年の名作 RPG の普通プレイ、始まるよ。早速スタートといきたいところですが、収録時に致命的な事故が発生しまして、船入手までの約4時間、ゲーム音が何一つ鳴りませんでした。いろいろと検討した結果、もう一度やり直すのはあれなので、7分のダイジェストでお届けします。初回からこんな感じで、このシリーズ大丈夫ですかね。名前は承認欲求を前面に押し出し、シマリス、デイナ。ちなみに初見ではありません、サクサクプレイご容赦を。壮大な BGM のままオープニング。黒いのはムーンブルク最強の兵士です。活躍はカットしたがな。王様、一言くらい兵士に声かけてもよかったんじゃ。ムーンブルク王は敵を呪文で葬っていましたが、ローレシアは脳筋の家系、この王様も服の下はガチムチなのかな？さて、やっと冒険の始まりですね。今回のプレイ方針は、人々の話を聞いて進む、としています。クリア経験もありますし、RTA 動画も履修してしまっているので、昔ながらのプレイスタイルで、泥臭く進もう。という粋な企画です。そうこの時は思っていました。え？誰？スケ？レナ？名前は仲間になる時までお楽しみに。こんな武器で世界を救えるわけないだろ。光の剣ください、オナシャス。まあいっか。装備コマンドを探す程度には記憶喪失ですね。ということで、サマルトリアの、って、王子の名前バレてるじゃないか。王女に忍び寄る信仰宗教かな？のんきもん、だそうです。普通にのんきものって呼んでました。早速サマル王子を探しに行きましょう。その前に王様に事情聴取を。まずは勇者の泉ですね。流れるようにセーブに持ち込む、ゲーム進行の鬼。あ。間違えてゲームやめちゃった。久しぶりだからしょうがないね。テーマソングが2周しましたので、BGM を差し替えますね。魔王魂様の、1,2,3,4,5 です。この曲好きなんですよね。ローレシアの北ってヒントだけでたどり着けるわけないだろ、遠いよ。ということで勇者の泉です。ドラクエに最初のダンジョンですね。ちょっとダンジョンの様子を見てみましょうか。ちょっと演歌率、高くないですかね？高くない？そして結局、サマルはいませんでした。オウムダーシムダーシ。ローレシア、リリザと巡り、やっと魔法剣士サマルと合流ですね。いやー探しましたよ。こっちのセリフだよ。かなり時間がかかりましたが、やっと二人パーティーになりました。レベル上げを兼ねて、銀の鍵を取りに行きます。ダンジョン内は鬼煙火で、レベルがガンガン上がりますね。ムーンペタで野良犬にご挨拶。しかし王女を犬にする呪いとか、とんでもない変態ですね。
一刻も早く人間に戻し、王女の口から感想を聞かなくては。ラーの鏡にたどり着くまでも大変でした。すべてカットだがな。レベル高いっすね。王女様お待たせ、ラーの鏡持ってきたよ。コマンドの出し方がわからず、話しかけてしまいました。今度こそ。服ごと犬になってるじゃないか。はい、ムーン王女加入です。この後、少しレベル上げをしてから、ルプガナへの危険な長旅へ。の前に風の塔でしたね。エリトラゲット、今度こそルプガナへ向かいます。はい、着きました。第一、第二モンスター発見、直ちに成敗せよ。馬娘は馬娘と、魔物は魔物と馬ちょいしな。レベルががっつり上がってる、はっきりわかんだね。はい、楽勝、お疲れちゃーん。我々は当然のことをしたまで、しかし断るのも失礼ですね。船。この世界には、もっと巨大な船が、懐かしのラダトームへ行けとのことを考えておくよ。さて、この世界巡りから、やっと動画に音声が戻ります。今後はダイジェストではなく、リアルタイムで進行をお楽しみください。ギアードラクエの音楽はやっぱりいいですね。しかしこの音楽も聞き飽きるほど、金の鍵を探し回りました。船を手に入れても、金の鍵がないとどこにも行けませんぜ。ここは最果ての女の楽園、一夫多妻制不可避の町座藩です。しかしローレシアが近いので、割とどうにでもなりそう。ピロリ。結構頻繁に事故が起きていますね。そして祈りも虚しく。まあ祈りが届くのはごく一部の、選ばれし者のみだからね、仕方ないね。状況は悲惨ですが、いろいろな情報を聞ける有用な街です。さあ、メインディッシュのワンちゃんです。念願の金の鍵ゲット、散々探したぞ。これでやっと、本格的に世界巡りができますね。あなたにいいことは何もないと思うよ。風呂入ってさっぱりしましょう、したので、金の扉を開ける旅に出るとしますか。事実を告げ、精神的に弱ったところを、と、普通はなるところですが、とんでもない成人ですね。一通り物色が終わりましたので、時刻に逃げ込み、宝物庫を荒らしましょう。銅の剣を渡すような親ですからね、へそくりがあるに違いない。目の前で行われることを忘れるなら、私も今のことは忘れよう。この宝物庫もしょぼいですね。ロトの印って、装備がもらえる以外に、何か用途あるんですかね。お次はサマルトリアです。王様はなぜローレシアの王子に、タダで渡してくれないんでしょうか。
まあ RPG だからね、仕方ないね。サクサク行くよ、王様が行方不明のラダトームへ。こっちじゃなかった。いたいた、というか隠す気もありませんね。ロマリア王のおとぎ話でもあるのかな？平和そうで何よりです。続いてはペルポイ、重要アイテムの宝庫です。金の鍵がないと入れない、最新型のシェルター都市ですね。ちょっと武器屋でも覗いていきましょうか。どれも効果で買えませんが、最優先は光の剣です。これさえあれば、敵がバターのように切れますよ。お金がないのでまた今度。ついでに不要品を売ってしまいましょう。盗品の鎧は完全にバレてますね。国家間の問題になりそうですが、閉鎖的な街なので大丈夫でしょう。さて、ここに来た目的ですが、ズバリ、裏ルートで取引されている、世界を崩壊させるアイテムの購入です。一応、町の住民には、話しかけて回っています。今回はそういうプレイだからね。これ、町の人は誰も買わないんですかね？誰から聞きましたも何も、怪しすぎて選ぶに決まってるだろ。鍵当番はサマルです。持ってるだけでいいので楽ですね。このおじさんは、入り口から遠い、外れの道具屋しか見てないようです。売人と売り二つなのは偶然ですかね？ザハンで恋人が待っているルークですね。鉄壁のガードが持ち味です。お風呂がある宿屋ってありましたっけ？この人も鍵目当ての犯罪者かな？ルークは道を譲る気はないようです。脱獄用の鍵が売っている街じゃね。まずはブラックマーケットの摘発、しよう。どこだっけ？いたいた、全然隠れてないじゃないか。自己紹介からの即用件終了、仕事ができる男は違いますね。鍵当番のサマルに持たせまして。はい、これにて一旦ペルポイ終了、お金を貯めてまた来ましょう。次はどこに行きますかね。ロトの印を手に入れたので、伝説の装備をもらいに行きましょう。必要書類がないと認めない。元役所勤めのおじいさんが守っています。元ではなく現役かな？ここはラダトーム管理なんですかね？紋章は現在2個、シマリス君だけガッチガチです。サマルとムーンは、まだレベル差が6もありますが、もうすでに、ムーンの方が格上ですね。旅の扉を抜けると、見知らぬ祠だった。しかし紋章があることは分かっているので、流れるように習得、逃亡。逃亡せずに紋章確認してますね。
まあ、目撃者はいませんし、これが常習犯の余裕、懐の深さです。さて、次はどこを狙いましょうか？あ、そうだ、母国に第二宝物庫がありましたね。なんでも城の地下に隠され、屈強な守り手がいるとか。城で宿屋を営みながら、王子の顔もわからないのか。画面ちらつき失礼。RTA ではこの一箇所しか、銀の鍵を使わないそうです。あ、使用は10年前なので、最新チャートでは知りません。あ、そう。バリアは一歩で、14ダメですかね？強敵前にしっかりと回復をしまして。さあ、悪魔新幹線です。え？悪魔新幹？地獄の使いじゃないの？どうやら出世したようですね。HP180、イオナズン使用。あ、ラリホーは効かないようです。これもう勝てるかわからねえな。地獄の使い感覚で、このターン決着予想の素人采配。ルカなんで助かりましたが、これは守備力半分やな。ルカなん、スクルトは超強化で、デレ行動でもなくなっていますよ。打撃痛すぎー。しかしイオナズンなしは助かる。お？大丈夫か？意外と楽勝だったな。そしてローレシアの真の宝、イカズチの杖を手に入れました。殴ってよし、振ってよしの、サマルの生涯の友ですね。続いてはムーンペタ。誰が管理しているのか？ナローヤです。本家リスペクトのガバムーブ。このベビルですが、先ほどの悪魔神官より楽な相手です。イカズチの初披露を、と思いましたが、殴った方がいいですね。がっつり先制されました。レギラマじゃなくてよかったね。ちなみに、ラリホー耐性なしです。そんなんじゃ甘いよ。特に危なげもなく撃破。またロンダルキア登山でね。何を隠していたのかな？はい、水の紋章ゲット。そろそろ紋章もコンプリートですね。ということで、最後の紋章を取りに行きます。場所を覚えるのが苦手なので、海の移動も苦手です。ガイドが欲しい。たまには海沿下でも、と思いましたが、見どころはありませんでした。見えているのは目的地、難攻不落の大灯台ですね。なぜここで素早さの種を使ったのか、これがわからない。楽しくて普通に遊んでますね。これだからゲーマーは。あ、そうだ。やまびこの笛使ってみようかな。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。